中日ドラゴンズ9日の DeNA 戦、福谷投手が1回6失点で降板してしまいました。今後もし福谷投手が他の投手と入れ替わるということになれば、他の先発投手の候補の投手、そしてそれらの投手の調子を見ていきたいと思います。福谷投手なんですけれども、改めて9日の試合炎上してしまって1イニングで降板ということになりました。2月から3月まで本当にずっと安定した投球を続けていた福谷投手です。そういった投球も評価されて開幕ローテーション入りということになりました。そして開幕カードでも課題のビジター東京ドームで6回1失点という素晴らしい投球を見せてくれました。ただ9日の DeNA 戦で初回に6失点ということで、かなり厳しいピッチングになってしまったんですけれども、加えてもう初回ですぐに代打を出されて交代、そしてキャッチャーの木下選手も同時にベンチに退くということになりました。こうなってくると立浪監督であったり首脳陣とか、コーチの評価っていうのも、もしかしたらちょっと厳しいという部分があるのかもしれません。福谷投手がもししばらく調整ということになれば、誰が代わりに上がってくるのかというところも考えていきたいと思います。ただ福谷投手はここまで2月から3月までも素晴らしいピッチングでしたし、開幕カードでもいいピッチングしてくれていたので、もう1回2回はチャンスを与えてほしいなというところはあります。ではファンの方から代役の先発投手として最も名前が挙がっているピッチャーから見ていきましょう。ファンから期待が最も大きくかかっているのは松葉投手ですね。福谷選手に逆転で開幕ローテを譲る形になったんですけれども、もともとは先発ローテーションに入っていたピッチャーで、立浪監督からの期待も大きかったです。キャンプの時とか松葉投手がローテの一人ということで明言されていました。3月31日に2軍戦で登板していて、ファームで6回2失点の投球を見せています。これまで2月3月と、かなりピッチングとしては荒れていたり、不調であったりキレがなかったりというような状態が続いていて、正直もう一歩かなっていう状態は続いてはいます。ただこの試合終わった後に松葉投手本人はストレートがようやく理想に近い形に戻ってきてくれたというふうに語っているわけですね。制球力も比較的安定していますし、ストレートが理想的な形に戻ってきたのであれば1軍でも戦えるのかなと思います。松葉投手本人も1軍で呼ばれる、必要とされる機会が必ず来ると思うから、その時に向けて準備しているというような話もありました。続いてもう一人期待が大きい先発ピッチャーがいますので、こちらも見ていきましょう。若手の上田投手もとても高く期待されています。まだ20歳のピッチャーなんですけれども、2022年は初勝利、そして防御率2点台ということで、かなり安定したピッチングを見せてくれました。直球自体は140キロ前半ぐらいで、そんなに速くはないんですけれども、キレがあって、なおかつコントロールがいいというのが上田投手の特徴です。開幕ローテも結構期待されていて、一時期ものすごいいい時期っていうのがあったんですけれども、開幕する直前で結構炎上してしまって、なかなか開幕ローテには入ってこれなかったというピッチャーですね。ただ3月28日には2軍戦で5回無失点の投球を見せていて、かなり調子も戻ってきたかなという感じですね。一時期炎上していた時と比べるとだいぶ復調してきたということで、やっぱり上田選手に期待にかかる期待っていうのは結構大きいと思います。上田投手は制球力が抜群なので、1軍に上げてもフォアボールで自滅するとか、そういったことはおそらくそんなに可能性としては高くないでしょうし、1軍でこれまでもしっかりといい投球を見せてくれたピッチャーですから、復調してきたということで、福谷投手の代わりとして、もしかしたら上がってくるということもあるかもしれません。続いてドラフト1位の中地投手についても見ていきたいと思います。ドラフト1位の中地投手、立浪監督もかなり期待が大きくて、開幕ローテとまでは言わないけれども、早い段階で1軍にで投げてもらいたいと、そんな話も結構あったので、そろそろ1軍というような時期ではあるんですけれども、2軍戦でもフォアボールを結構出してしまっていて、打たれている姿っていうのが目立ってしまっている、そんな状況でございます。9日も4回3分の2、5失点、基本塁打に3四死球ということですね。2軍のピッチャー、相手に、9日福谷投手も1軍で炎上してしまったんですけれども、中地投手も2軍で炎上してしまったという状況でございます。2月3月と、正直ずっと打たれてしまっているなっていうケースが多い印象はありますよね。やっぱり怖さっていうのがなかなかなくて、決め球となる変化球で三振をバンバン取っていくとかいうところもなかなかないですし、直球にものすごい威力があるということでもなく、全体的にコントロールがそこまで悪くないので、まとまりはするんですけれども、バッターに簡単に捉えられてしまっているかなという印象ですね。1年
目ということで、もう少し時間はかかるのかなと思います。やっぱり柳投手であったり大野投手も1年目そんなにいきなり活躍できたというわけではないので、もう少し長い目で見て活躍してほしいなと思います。あとはファンの方々からは、中地投手はもう少しメンタル面の強さっていうところが売りと聞いていたので、そういったところも見たいという話があります。続いて大穴である投手の名前が挙がっておりまして、こちらも見ていきます。大穴の先発候補としてちらほらファンの方から名前が挙がっているのが根尾投手ですね。根尾投手は今シーズンから本格的に先発転向ということになっているんですけれども、ファームではリリーフでの投球が続いていて、まだまだ準備段階というところではあります。これまで結構いい投球を続けていて、ファームでは5試合連続で無失点という投球がリリーフで続いていたんですけれども、先日は結構失点してしまって、四死球の数というところもまだまだ多いというのが根尾投手の現状でございます。立浪監督は長い目で見て先発ピッチャーで育てていくという方針を掲げています。根尾投手は状態上がってきているというのは聞いているけれども、すぐにリリーフというよりは、リリーフで1軍で投げさせるというよりは、先発としてという話がありました。なので根尾投手が今すぐ1軍に昇格して先発として登板するという可能性は正直かなり低いかなというふうに思っております。立浪監督はシーズン前に根尾投手先発として期待はしているけれども、ローテに入ってくるというのは現状は相当厳しいというような評価でしたので、ここでまず2軍で1年ぐらい頑張って、そこからということになると思います。そしてちょっと投球ボールがばらつくというところも見られますので、まずはファームでばらつきなく投球できるようにというところが課題になってくると思います。続いて今後の飛躍が期待される育成の先発投手、一人見ていきます。育成の松木平投手、結構2軍で頑張っています。ファームでこれまで3試合投げまして、防御率 3.68、 14.2 イニング投げて四死球9、奪三振が8という成績ですね。先発投手としてファームではトップクラスの期待感があるピッチャーです。スピードに関しましても昨年と比べて5キロぐらい上がったというふうに片岡二軍監督はおっしゃっておりました。四死球の数っていうのも最近は少し安定してきていて、なおかつ直球の球威っていうところはかなり魅力的なものを感じますよね。若い投手ということもあって、今後の伸びしろということを考えても、ファームではやっぱり一番先発投手として今後伸びてくるんじゃないかというふうに期待がかかっているピッチャーです。片岡二軍監督も投げるごとに成長している非常に楽しみな投手ということで、とても高く評価しています。2022年松木平投手は、実はもう一歩で支配下というところまで来ていたというような情報もありまして、今後かなり期待したいというところですね。ただ先発一軍でいきなりということではなく、まずは支配下登録、そこからの一軍登板ということで、2023年中に1回は一軍で見れたら嬉しいなというふうに思っております。ここまでいろいろな投手を挙げさせていただきましたけれども、福谷投手は2月3月と本当に素晴らしいピッチング、安定したピッチングを続けていて、開幕カードでもいいピッチングを見せてくれました。なので9日の試合で1試合炎上してしまったということだけなので、今後もまだまだ期待したいとは思います。以上です。